はい、簡単にお話ししますと、民生児童院というのは地区から推薦を受けて、そして最終的には厚生労働大臣から委嘱を受けた人が民生児童院になっています。全国で23万8千人という民生児童院がいまして、ここ東御市は全体で81名の、院がいます。で、私たちは東御市の福祉委員という委嘱も受けておりまして、まあ、早い話、地域福祉のボランティアっていう、そんな立場にいるかななんていうふうに思います。活動の主たるものは、地域にまず寄り添って、生活上の困りごとであるとか、あるいは心配ごと、そんなようなものを相談に応じると。まあ、いずれにしても心配ごとや困りごとを気楽に話をしてくれる、そういう人間関係づくりが大事かななんていうふうに思っております。民生児童委員というのは歴史が大変古くて、今年で民生委員制度ができて105年目という、まあ、たまたま 100周年に当たった時にも東京で全国大会がありまして、天皇皇后陛下をお迎えしての100周年記念に参加させていただいた経験がありますけれども、今から75年前には児童福祉法という法が成立されまして、それ以後私たち民生委員はそこに児童委員というものも加わって、現在は民生児童委員という名称で活動をしております。児童院というのがこう加わったために、地域の子どもたちが元気に安心して暮らせるように、子どもたちを見守りながら、子育ての不安や妊娠をしている若いお母さん方の心配事など相談を受けたり支援をするという、そんな活動もこの民生児童院に加わったのかなと思いますが、児童院としての活動内容というのはどちらかというと相談は少なくて、民生委員の、昔ながらの民生委員の仕事の方、活動の方にウエイトがかかっているかなと、そんなふうに思います。で、特に児童については、あるいは妊婦さんの若いお母さん方についての福祉増進を図る活動として、主任児童委員という人がおりますので、そちらの方に何かありましたらご相談いただければな、そんなふうに思いますが。地域の推薦を受け、厚生労働大臣から委嘱を受けて任に当たっているという、そういうことでありますが、これはなりたくて手を挙げたわけじゃないんですけれども、20年ほど前、私が区の三役をやった時、その時ちょうどこの民生児童院の全国一斉改選の時期にあたりました。で、私は加納地区の東上田というところで生活しておりますけれども、この東上田区に3人の民生児童院さんがいたんですけれども、原則としては、複数いる場合には複数が総入れ替えにならないようにというのは原則があるんですけれども、この3人いた委員さんがみんな辞めたいということで辞めてしまいました。そこで新しく3人の民生児童院さんを推薦しなければいけないというようなことで、東江田区内を飛び回りました。実際には名簿提出を1週間市の方に伸ばしていただいて、人によっては3日未満続けてお願いに行っても最終的には断られたというようなことがありました。
そういうその区長さん区三役の苦労した自分の経験がありますので、区長さんが私のところへ、民生になってもらえないかっていうようなことで、来まして3回訪れてくれたんですけど、お断りしてもう来ないだろうと思ったら4回目にまた来まして、まあ地域の住民として地域にお世話になっている恩返しとしての気持ちで、まあ4回も区長さんが来ていただくの来ていただいたので、まあしぶしぶ引き受けて最初の民生児童院のスタートでしたが、結果的には4期もやっていて12年目を迎えています。それぞれの地域に担当の民生児童委員っていうのがいます。まずその方に相談をしていただければな、担当している民生員さんが私の地区には誰なんだいっていうようなことをわからないような場合には東御市の福祉課の方へ問い合わせをいただければ、福祉課の方であなたの担当地区は何々さんが民生員をやってますよと、そんなに教えてくれるかと思いますので、よろしくお願いしたいかと思います。まあ、基本的にはどんな小さいことでも困りごとであったら、あるいは悩みごとであったら気軽に相談していただきたいなと、そんなふうに思います。厚生労働大臣から移植をされて特別職の地方公務員という立場でありますので、私たちは民生児童院として知り得たことは守秘義務としてペラペラ喋ることは禁じられておりますので、秘密は守りますので気楽にお声掛けをいただければと、まあ、結果的には守秘義務を負っているために、まあ民生児童院という言葉は知ってるけれども、どんな活動をしてるんだいっていうようなことは理解していただけない、あるいは理解していない方が多いんではないかなと、そんなふうに思いますが、何回もお話をしておりますけれども、皆さんの住んでいる地域には必ず担当している民生児童院さんがいます。生活上の悩み事であるとか、あるいは相談事がありましたら、まず民生児童院に気軽にお話をしていただければと思います。決して一人では抱え込まずに、あるいは悩まずにご相談をしてください。こんな家庭事情を話したら恥ずかしいっていうような、そんなことを考えずに気楽に声掛けをしていただければ嬉しいなと思います。私たちは専門職ではありませんので、相談を受けたからといって解決をするという方法を持っているわけではありません。皆さんの相談事をつなぐ役目、つなぎ役をしますので、場合によってはそのお悩み事、困り事の内容によっては市の、福祉課へ、あるいは市の社会福祉協議会の方へそのお話をつなぎますので、よろしくお願いしたいかと思います。近くにいる民生児童院を大いにこき使っていただければな、そんなふうに思います。そして誰もが笑顔で安心して暮らせる東御市になるよう、その一翼を民生児童院として担っていきたいな、そんなふうに考えております。十分理解していただけたかどうか不安でありますけれども、以上で回答とさせていただきます。どうもありがとうございました。